催します。元男の子 YouTuber の青木かなと申します。本日はお忙しい中お時間作っていただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、はい、来させていただいた理由がですね、元男の子が華奢に見える服を作りたいんですよ。服は結構悩むことが多いんですか？服は特に肩幅がすごい悩んじゃうんですよね。なるほど。男子トイレって逆三角じゃないですか、はい、女子トイレって三角じゃないですか、はい、もうそれの通りで逆三角なんですよ基本的には。もともと男性だからそこをいかにカバーできるかみたいな、はい、そういった服が作りたいです。どういう服を着ることが多いですか？縦ラインに見えやすいような服、うんうん、そのここが例えばですよ、はい、こうなってたら怒り方に見えるじゃないですか、はい、でじゃあ逆にこうなってたら今度は首元が詰まってるからここがここの幅が出ちゃうんですよ。横幅出ません。なるほど。なので服選びするときって私は基本的にあのスクエアネックって言ってここに、はい、こういうこのデコルテを見せることでその肩に視線を生かせるっていうよりかはここに視線を生かせるっていう。なるほど、はい、そういった服選びをいつもしてるんですけど、はい、なかなかそれがなくて。ないんですね。そういった要素がありつつ私が好きなデザインの服を着たいんですよ。もっと男の子さんが着たら華奢に見えちゃうような服がいいんですよね。華奢に見えつつ、はい、おしゃれに見える服、おしゃれに見える服はいっぱいあるけど、はい、キャッシュに見える服はあんまないんで、はい、で私の動画を見てくださってる視聴者さんも私と同じように元男の子さんが多いんですよ。やっぱ元男の子さんからもこういう悩みを聞いてるんで、私が着たい作りたい服を見つけたら多分私の視聴者さんも喜んでくれるんじゃないのかなっていう、まあ、そういったスタンスで今回ちょっと相談に乗っていただきたいな気持ちで来ました。多分こういった洋服って日本初だと思うんですよ。で私の動画を見てくださってる視聴者さんも私と同じような悩みを抱えてると思うので、そういった方々の願いを叶えるアパレルブランドを作りたいです。お願いします。ちょっと考えますね。します。ちょっとお待ちください、はい、先ほどの青木さんのお話を踏まえて、社内で一度ちょっと検討させていただきました、はいはい。まあ、私たちとしても非常に魅力的な企画だと思うので、そう一緒にぜひいいブランドを作っていけたらなと思います。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ウエストがすごくマークされていて A ラインで、はい、スタイルよく見えるスカート、このハイウエストの感じになってるから、はい、骨盤、そうですね、元男の子 その骨盤問題を解消できる、はいはい、こちらもすごく足長効果があって縦ラインが強調される、縦ラインが強調される形ですね、はい、スカートってちなみにどんだけの色を皆さん好まれて、あーでもこれ、るんですかね。これに関しては、はい、無地がいいんですよね。無地で主張がないけども地味になりたくない。そしたら単純になんかお好きな色だったりとか、はい、結構ヘビロテしてる色だったりとかつい手に取ってしまう色だったりとかっていうのを選んでいただいた方がなんかいいかなと思って。つい手に取っちゃう色は緑。緑。ちなみにどんな感じの緑ですか？緑だと、はい、濃いめの緑とか、あとこういう、はい、ああちょっとオリーブみたいな。そうです、織田裕二みたいな。織田裕二みたいな。そうそう、オラユージを意識して、しっかりですね。はい。オラユージだと、オラユージ。ハルユージですよね。ハルユージですね。そう。うまいこと言ったと思う。
ぽい色っていうか、そのなんていうんですかね、やっぱガツンと主張しない色の方が良くて、これは問題なさそうですか、私が選んでも。あ、全然問題ないと思うんですか。はい、この私が出した、商品のラインナップだけで完結するようにしたいんですよ、はい、なので確かにおっしゃる通り合うのかな、大丈夫かなっていうところをちょっとなくしたいですね。ああ、どれだけ合わせられるように、はい、そうですね、うん、今回は白もありっちゃありなんですけど、まあ、膨張しやすい色ではあるので、特にボトムスに持ってきてしまうと、うん、おしまいだったりとかがやっぱりどうしても持ってしまうので、はい、だったらちょっと締まるこういった、うん、締まる色がいいですね、カラーをさしてあげると、はい、まあ、いいのかなと思いますね。で、形もちょっと定番っぽいこんな形になって、はい、特にデザインがすごく激しい色になるので、うん、あの街に溶け込むというか、あ、そこなんですよ、あのなんか目立ちたくないけど、はい、可愛い色とか、はい、描きたいじゃないですか。そうです、そうです、そうです。なんで私が言いたいことを最初に共演してたんですか。全部すいません、ありがとうございます。そうなんですよ、分かってるんですよ、はい、電信柱になりたいんですよ、はい、その目立ちたくないです、目立ちたくない。でもあれ意外とこの電信柱おしゃれだなみたいなそんな感じ。ピンクとかお好きじゃないですかね。ピンクは多分みんな永遠の憧れなんですよ、永遠の憧れ止まりだと思うんですよね。あ、そうなんですね。こんな、ちょっと渋めな色着てる私でも、あのお邪魔女取りにすごい大好きだったんですよ、うん、なりたいんですよ。でもそこを抑えてる、でもその抑えてる部分をそこでここで満たしてあげるっていうか、自分の承認欲求を。なのでテンション上がる曲がいいですよね、うん、目立たなくても目立たない色でも若干ツヤっとしてる感じが、これ裏側も使えるので、ツヤっとしてるの、はい、可愛いですよね。はい、いいですか、どうぞ。ツヤっとしてるのいいな、ツヤっとしすぎてないんですよ、しかも、うん、なので上品な感じで、これ全部同じ感じですもんね。はい、同じ素材の色違いです。グレーの色っぽいんだけども、よく見たらちょっとそのラベンダーっぽい色、綺麗な、それすごいいいなと思って、この感じですね、はい、すごいいいですね。そう、なんか条件がやっぱり肌が綺麗に見えるような色がいいんですよね、血色が良くなるような色、うん、もう少し落ち着いた色を着たいとか、はい、もう全体でちょっと締めたい、うん、細く見せたい。そうか、それ言われると弱いですね締まった色にするのであれば、ちょっとこういう大人なブラウンとかも、あ、これいいな、全体に持ってくると多分素敵だと思います。ちなみにどんな感じのワンピース着られますか、全身が。あ、でもまさにこんな感じ、こんな感じ、まさにこんな感じ。ただやっぱり困ったのが、このハートネックとかスクエアネックじゃないんですよ。だから着るときにちょっと肩幅見えるんじゃないのって、なんか広く見えるんじゃないのっていう不安があったんで、まさに私が欲しいワンピースがいいんですよね。ただやっぱり本人たち、まあ私もそうなんですけど、あの永遠に女性になりたいっていうか、もう究極に女性を追いかけてるんですよ。なのでなんか落ち着きたくないなっていう部分もあるんですよ。だから可愛い服を着たい、でも目立ちたくないっていう、だからそこに着地したいんですよね。ドットですか、ドットってか、マスク系、ドットとかって着られます、うん、ドットは結構嫌いです。あ、嫌い、わかりました、すごい参考になります。好きな多分方もいると思うんですけどね、顔、はい、視聴者の方にも。なんかこういう表面感があるスケス、なんかドットはなしとかにして、こういう表面感がある素材だったら大丈夫ですとかっていうのがありますか、うん、こういうのはあれですか、そのトレンドなんですか、こういうのって。それでもずっとあのブラシで使ったりとか、直感は私はなんかすごいいいなと思ったのがこの辺なんですよ。あ、そっちなんですね、うん、なんかそのフラットみたいな、うんうんうん、これもなんか華奢っぽいんですよ、ね、てか私はなんかどっちかってこっち、あ、これ細いのも OK なんですね、うん、細いのも好きなんですけど、そうですね、はい、なんかこれもちょっと、うんうん、こっちもなし、これもちょっと、はい、うん、その3つ、こっち系、うん、3つで C が頭文字で華奢がいいですね。
ちょっと ひねり欲しいですけど、そのデザインの能力は私はないんで。でもなんとなく意味は伝わったので。伝わりました。例えばなんか Y と か, なんか H とかどっかしらなんかこう、そうなんか、ね、なんかやりたいんですよ、うん、ただ筆記体みたいな感じでやりたくないんですよ。なんだろう、難しいな。まあちょっと大げさに言っちゃったんですけど、はい、なんかなんかあればいいんですよね、こう一癖。そう、一癖があればちょっと伝わりきらないなんかどっかに例えばこうやってポイッみたいな癖が、飾りが、全然これでもいいんですよ。キャーシャー、これに例えば、ここに例えばなんかこうポイッみたいな、なんかピンってアホ毛じゃないんですけどもポイッってなんかあれば、C か K かを決めちゃうってなると、もう C で確定ってことですね。 C がいいですね。本当はカノンの K でいきたいんですけど、そうですよね。 C そこは C、はい、